小中高大まで野球やってたんですけど、中学校の野球部が結構すごくて、うん、その誰もスカウトとか取ってないですよ。もうそれは県立なんで、スカウトなんか取ってないのに、ずっと全国大会行くか行かないかみたいなとこを競う、うん、これはすごいんですよ。小学校3つから集まった中学校で、でそこの先生がもうとにかくすごくて厳しいし、あと何より監督って言っちゃいけないんです。監督の前に俺は教師としてお前らをやってるから先生と呼べ。すごいね。でどんな時でも走らなきゃいけない、うん、あの部室から。それもアップだから、うん、ただ教室に入るまでは絶対歩けと。で靴のかかと踏んでたら練習に参加できない。靴のかかと踏んでたなって見られた瞬間、僕は1週間走るだけでした、懲罰。でもそれぐらい厳しい。でも今でももうやってん、それぐらいスパルタでもいいじゃん、うん、でその時の一番すごかったなっていうのが、その全丸表っていうね、あったんですよ。わからないですよね、今全く。で朝起きてご飯を食べた時、うん、自分の体の細胞の一部になるなという考えを思いながら食べたか、丸とか。すごいね、すごい修行やん。そう、寝る前に自分たちが全国大会に出場しているんだという未来を描きながら寝たかとか、で昼ご飯を食べた後すぐに動かずに、うん、一旦染み込ませてからすぐに動き出したかとか。いやもう分かる、なんて言ってるか分かんない。分かんないでしょ、うん、でもその表が1日で50個あるんです、うん、でそれを丸つけてって先生が見てって、お前これ適当に丸つけただろ、全部丸だ、お前はそういう風には見えない、だからちゃんと三角とか×とかそういうのをちゃんとやってって、確かにお前は×っぽいよなとか、そういうのこう全部精査される、うん、でそれがみんなバーって本気でこいつらは全部丸ついたなってなって県大会とか3位とかいけんの。すごい、みんなねすごい、うん、いい高校に行ってキャプテンやってました。キャプテンやったって話、はい、僕はすごい弱い高校でした、すいません。なるほど、ね、それでみんなそのいろいろいけるってわけか。